校って相変わらず賑やかだな。万の商人が訪れ、千の船が往来するっていうのはこの情景のことかな。うん、やっぱり百聞は一見にしかずね。皆さん、長旅お疲れ様です。リーユエコーへようこそ。ここで待つよう行幸様から申し付けられておりました。お、お前は行幸の秘書の百私は百聞。行幸様のために情報の収集や整理を担当しております。そうそう、百聞。残りの二人は百式と百行だよな。オイラの記憶に間違いはなかったぜ。行幸？あのリーユエ七世の天中園、行幸さんのこと？そうだぞ。でも行幸がオイラたちに何の用なんだ？あ、いや、オイラたちが今日リーユエコーに来るってなんで知ってるんだ？行幸様は何でも存じています。何事もその情報網から逃れることはできません。今回はフォンテーヌからいらした記者のシャルロットさんに玉境内までお越しいただき、協力のことについてお話ししたいとのことです。あれ、私に？リーユエコーに来たのは初めてだけど。スチームバード新聞にはやり手の敏腕記者がいると行幸様は以前から耳にしていました。一見目を引くような報道ですが、事実を第一にしていることが伺える記事。行幸様は彼女を高く評価していらっしゃるんです。そしてあなたの独占記事により暴かれた真実が一部の利権集団と関わっていたこと、それにより遠い国に派遣されて七星召喚の大会報道を担当することになったのも行幸様は把握しています。なんだって？シャルロットってそんなひどい目に遭ってたのか？大丈夫よ、いつものことだから、もう慣れてるの。行幸さんがそこまでしてるなんて思わなかったわ。まさかうちの社長と知り合いなの？ひひ、行幸は何を知っててもおかしくないからな。お二人も興味がありましたらご同行いただいて構わないと行幸様はおっしゃっていました。あれ、君たち行幸さんとも親しくしてるの？まあちょっとだけな。いつも軍玉閣を出入りしてて貴賓って呼ばれるくらいだけど。でも仕事のことみたいだし、オイラたちは遠慮しとこうか。それよりも城内でカード回答のことを聞き回ってシャルロットを待ってた方がいい気がするし。本当に任せていいの？それじゃあお願いするね。後でまた情報交換しましょう。実を言うと、私も行幸さんにとても興味があるの。今すぐ会いたいくらい。それではシャルロットさん、こちらへ。じゃあまた後でね。シャルロットってなかなかやるんだな。その独占記事っていうのがどんなもんかは知らないけど、今回の事件が報道されたらオイラたちも独占記事に出るってことだよな。一躍有名になりそうな気がするぜ。お前の言う通りだな。じゃあまずは埠頭から調べ始めようぜ。あそこは人の往来が多いからカードの取引を見た人がいるかもしれないぞ。こんにちは、ちょっと聞きたいんだけど。いらっしゃいませ、何でも聞いてください。ここにはどんな魚でもありやすぜ。いやいや、聞きたいのは魚のことじゃなくて、お前ってずっとここで商売してるだろ。この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見たことないか？七星召喚？そりゃ知りやせんな。ここに来るお客さんはみんな魚を買いに来やすが、カードの裏面なんて聞かれたこともありやせん。そっか、邪魔して悪かったな。他を当たってみるぜ。お客さん、魚を買っていきやせんか？
うちの魚は超新鮮ですぜ。こんにちは。ちょっと聞いていいか？どうぞ。俺が…アクション！知ってることなら…この近くで七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見たことないか？カードの裏面…アクション！見たことないな。それより、アクション！稲妻の格好をした娘が俺の前を通ってから、アクション！ずっとくしゃみが止まらないんだ。お大事にな。オイラたちは他のとこで聞いてみるから。俺は大丈夫、大丈夫だ。洗顔ロークをゆる、アクション！揺るぎない。こんにちは。ちょっと聞きたいことがあるんだけど。ん？ああ、いいよ。どうせ船も出ちゃったし、時間はたっぷりあるからね。最近この辺でカードの裏面を集めてる人を見たことないか？流行ってるあの七星召喚のカードの裏面なんだけど。カードの裏面を集める？この辺りでカードゲームをしてる人はたまに見かけるけど、ただ私は大体海のことしか考えてないから気に留めたことはあんまりないな。そっか。じゃあ他の人に聞いてみるぜ。はあ、次は寝坊しないようにしないと。話を聞いてはみたけど収穫はなかったな。場所を変えようぜ。二人とも人を探しているのでござるか？あれ、この声はカズハ。久方ぶりでござる、旅人パイモン。最近姉君は用事があってリーウェイに戻ってきたのでござる。そこで拙者もこの辺りを散策していたのでござるが、まさかお主らに会えるとは。何やら聞き込みをしているようでござるな。拙者に手伝えることはないだろうか？実は。なるほど。港の風は相変わらず穏やかでござる。お主らが探しているカード回答はここを通っていないであろう。そっか。役に立つ情報かはわからぬが、最近この近くで大会が開催されているようで、拙者も少し目にしたでござる。その七星召喚は近頃大層流行っているようでござるな。あれ、カズハはまだ七星召喚をやったことないのか？うむ、拙者はいつも対局に口を出さない傍観者でござる。先日姉君は絵柄の美麗な札がたくさん入った小さな箱を船に持ち込み、船員たちと何度か対局していた。盛り上がっていて酒も大層飲んでいたでござる。それは秘典の箱だな。カードを入れたり近くのプレイヤーを探したりするための小道具なんだ。カズハも七星召喚を遊んでみないか？ルールは簡単だし、普段友達とも一緒に遊べるぞ。ふむ、札を持って友を得す、実に雅なことでござる。それでは指導を頼むでござるよ。オイラに任せとけ。いつもこいつがやってるとこを見てるから、オイラもマスタープレイヤーって言えるはずだぜ。ルールを教える以外にも秘典の箱を手配してやらないとな。だが目下最も急を要すのはカード回答の問題でござろう。あ、そうだったな。昔の友達のことに気を取られて、新しくできた友達のことを忘れるとこだった。シャルロットと約束したもんな。次はどこへ行けば。あれ、あっちを見てみろ。あれってモンドでディオナと話してた稲妻の配達員じゃないか？ここでも会うなんて。彼女の腰にあるあの印、もしやコマニアでござるか？え、カズハはあの会社のこと
ことを知ってるのか？以前耳にしたことがある。あそこは稲妻で主に配達の業務を行っているところでござるよ。おお、あいつ何か困ったことでもあったのかな。挨拶しに行こうぜ。どっちに行ったら。よっ、何か手伝えることないか。いや、びっくりした。って、あれ、君たちこの前モンドのキャッツテールで会った人たちだよね。おう、オイラはパイモン、こっちは旅人と楓原和葉だ。また会うなんて奇遇だな。こんにちは、私はキララ、稲妻の配達会社コマニアの配達員なんだ。コマニアはかねてより時間通りと安全性で広く評価されているところ。まさか国をまたいで商売をしているとは思わなかったでござる。わあ、外国で地元の人に会えるなんてめったにないことだよ。うちの国際業務は最近になって盛んになったばかりなの。国際配達ってまるで経費で旅行してるみたいだよね。でも他の都市には詳しくないから、いつも迷子になっちゃってて。急いでる時はたまーに、やむを得ず元の姿になることもあるんだ。壁を登りやすいようにね。リーユへの王城堂はどう行けばいいか知ってるかな。もう半日くらい歩き回ってるんだけど。それなら知ってるぜ。今から案内してやってもいいぞ。本当に？ありがとう、助かるよ。高く登ったおテント様、手にあるサイコロジャラジャラ。語尾がいまいち合わないな。ほら、ここだ。あれあれ、旅人にパイモン、どうしてここに？しかもこんなに大勢の友達を連れちゃって。お客さん、商売相手、それとも新しい協力者かな。オイラが紹介するぜ。こっちは楓原和葉、こっちはキララだ。お初にお目にかかる。お噂はかねがね。うん、みんなこんにちは。本日王城堂にお越しいただいたのはどういったご用件で？はっ、まさか我々が最近開催してるキャンペーンを耳にしてはるばる海を越えたとか。いやいや、オイラたちはただキララをここに案内しただけなんだ。あなたが王城堂堂主のフータオさんでしょうか？私は稲妻のコマニア配達員、こちらはあなたへの郵便物です。お受け取りをお願いいたします。どれどれ。間違いない、私の欲しかったものだね。今時の配達ってすごいね。使い走りの仕事も格系に頼まなくて済むんだから。キララちゃんは何でも配達してくれるの？生きた人間も、生と死の境をさまようやつは？へえ、それは驚いて尻尾が立っているぞ。まあいっか、業務開拓の件はまた今度で。五つ星評価をしていただけますでしょうか？五つ星？五つじゃ足りないでしょう。これは少なくとも七つで、いや、九つで。五つで大丈夫です。お気持ちだけありがたくいただきます。それではお先に、二人とも案内してくれてありがとう。ひひ、こんなの大したことないぜ。うん、みんなとまた会えるのを楽しみにしてるよ。迷子の時じゃなきゃいいけど。先ほど風道士は詩を読んでいたでござるが、なぜあのような詩を？おや、お兄さんも詩に興味があるの？時折たしなむ程度でござる。もう
そう謙遜することないって。同志である私は場数を踏んできて見識が広いんだよ。だからその袖が風になびく角度でお兄さんが雅な人だって分かってるから。私はね、間もなく開催される決勝戦のために準備してるの。そうだ、みんなも手伝ってくれない？決勝戦？七星召喚の決勝戦のことか？そうそう、それだよ。今回の相手は尊女そこらにいるようなやつじゃない。普段は人混みに姿を隠してるけど、大会になるとトリックフラワーみたいに地面の中から一気に飛び出してくるの。私の予感がこう言ってるんだ。これは珍しく苦戦を強いられるって。だったら一緒に戦略を考えるべきだろ。血とどういう関係が？技があるだけじゃ足りない、型も添えないと。ん？パイモンにもわかるもので例えるなら、料理は美味しいだけじゃ足りない、盛り付けも美しくないと。これを花二つって言うの。勢いで負けちゃダメだよ。またそんな筋が通ってるようで中身のないことを。うむ、生死に関わる対決では試合前に互いに敬意を表す武士もいる。両者には共通している部分があるやもしれぬ。こっちの友達の理解力は大したものだね。過分なお言葉でござる。拙者の意見を申すのなら、大会に対する期待を込めるか、または相手を威圧するような文言を入れてみてはどうでござろうか。ほう、これはこれはなかなかのプロだね。早速対戦してみない？アイデア探しついでに肩慣らしも兼ねてさ。ふむ、拙者もぜひ手合わせを願いたいところではあるが、実戦をしたこともなければ自分のデッキを持ち合わせてもおらぬのだ。ちょうどいい機会だな。オイラもお前たちの対戦が見てみたいし、オイラがカズハにイロハを教えてやってもいいぞ。皆がそこまで申すのなら、拙者もお言葉に甘えるとしよう。ルールはこれで全部だ。オイラが旅人から学んだコツも全て教えてやったぞ。ついてこれたか？問題ないでござる。感謝するパイモン先生。先生そこまですごいわけでも。どう？カズハお兄さん、この路地裏に潜む詩人と対戦する自信はある？うむ、風道主、どうかご教授を。じゃ、対戦の口上は？口上か。ふむ、できた。できるのかよ。よし、挑戦者よ、名乗るがよい。おお、一気にそれっぽくなってきたな。紙札を友と出会いて打ち合えば、宝寸の間に燃ゆる赤き葉。楓原和葉、ご教授願うでござる。好天に小鳥がさえずり、炎のサイコロ6個あり。王城堂同士封筒受けて立つ。ぷぷ、私のターン。キッ、はあ、やはり負けたでござるか。風道主、さすがは決勝戦に出る御仁でござるな。おお、今の対戦すごかったぞ。幸い和葉お兄さんの召喚物を私がメイドに送ってあげられたから、なんとかなったよ。その腕を見るからに初めてこのゲームに触れるものとは思えなかったね。パイモン先生が教え上手だったからでござる。え？そうか？なんでお前まで、照れちゃうぞ。
うむ、札の技も多く戦局も瞬く間に変化する。なぜテイワットを風靡しているか自ら体験してみて分かったでござるよ。どうやらこの世にまたプレイヤーが一人増えたみたいね。北星、いつからいたんだ？お二人が対戦を始めてすぐよ。みんなが夢中になってたから邪魔しないようにしてたの。こちらが楓原和葉さんね。あなたの活躍は前々から聞いているわ。お会いできて光栄よ。とんでもない。拙者も姉君から幽変の国政殿のことは伺っているでござる。こちらこそ光栄でござるよ。国政でいいわ。それにしても和葉さんの腕はなかなかなものね。初めてでここまでできるなんて本当にすごいわ。今後機会があれば私とも手合わせをお願いできるかしら。おお、もう次の対戦相手が決まるなんて。驚いた？今玉境内にいる人は大体七星召喚ができるわよ。仕事の合間にたまに対戦しているの。喜んでお受けしよう。だがずっと旅人のデッキを使うわけにはいかぬゆえ、対局は飛天の箱を手に入れてからになるやもしれぬが。ええ、構わないわ。後ほど会場でプレイヤー協会の人に手配してもらいましょう。大したことじゃないから遠慮なんてしないでね。君は旅人の友人、つまりみんなの友人でもあるんだから。それでは頼んだでござる、国政殿。それと風太を、決勝戦がもうすぐ始まるわよ。私はそれを知らせに来たの。安心して。私は一見レンガを数えてるように見えるけど、ずっと聞いてたから。準備万端、必ず勝利するって、ここに宣言しよう！みんな、一緒に会場へ行かない？あ、そうだった。大事なことが。オイラたち、今、カード回答に関する事件を調査してるんだ。最近、七星召喚のカードの裏面を集めてる人を見なかったか？カードの裏面？もしかして宝箱の柄が書いてあるやつ？そう、それだ。その人、顔に怪盗って文字こそ書いてなかったけど、雰囲気は確かにうちのお世話になりそうなお客さんだったね。今朝彼が趙雲と札遊びをしてるのを見たの。負けた人がカードの裏面を渡すって言ってたよ。最後はその人が心象して額の汗を拭いながら裏面を持って行ってた。どうやら趙雲に話を聞いてみる必要があるみたいだな。なら無謀の丘に行ってみるといいよ。そこにいるはずだから。ちょっと聞きたいんだけど、そのカード回答っていうのに何か怪しい動きでもあるの？カードの裏面にものすごく執着してること以外あんまりよくわからなくって。でもそいつは他の人のカードを盗んだらしいんだ。そう、わかったわ。戦艦軍に注意するよう言っておく。君たちもくれぐれも気をつけて。拙者も旅人と同行しよう。ええ、また後で。親友であるあなたの応援があればシュパパって片付けられるよ。それじゃあオイラたちは超音を探しに行こう。そう慌てるな、きっと見つかる。超音、ここにいたんだな。パイモン、旅人。それにこちらは。お初にお目にかかる。拙者は楓原和葉と申す。はじめまして。僕は趙雲、リーウェの奉仕だ。その今の状況を手短に話させてもらうが、この子の友達がかくれんぼをしていたら迷子になってしまったそうなんだ。僕ヒクちゃんにあまり遠くに隠れないよう注意したのに、この辺りを探してもイクちゃんが見つからなくって。こんな人里から離れた
った場所で迷子になったら大変なことになるぞ。オイラたちも手伝おう。その子がどっちに行ったか見なかったか？うん、数えてた時にこっそり覗いたんだけど、イクちゃんはあっちの方に行ってた。よし、じゃあ道に沿って探していこうぜ。たく、なんで最近よくあいつらに遭遇するんだ。みんな、これを見てくれ。これは七星召喚のカード？あ、これイクちゃんのカードだよ。イクちゃん、このカードをお父さんからもらったんだ。すごく大切にしてて、どこに行ってもカードを持ち歩いてるんだ。それってつまり、イクはここを通ったってことだよな。でも、この先は分かれ道だし、一体どっちを探せばいいんだ？ふん、待たれよ。ホー殿、イク殿の父親はカードの他にも、ある小箱を渡してなかったであろうか。うん、起点の箱だよね。僕も持ってるよ。あ、そうか。なんで思いつかなかったんだ。さよう。イク殿が箱を持ち歩いている限り、拙者たちはその箱で彼女の居場所を正確に把握することができるのでござる。よし、早くオイラたちの秘典の箱を見てみよう。おお、周りにいるのは、チョーンとホーだよな。あった！あっちにもう一人プレイヤーがいるぞ！これがイクのはずだ！イクちゃん！ホーか？こんな遠いところまで来ちゃってごめん。隠れようとしたら、怖そうな大人をたくさん見かけたの。私、怖くなって、ここまで走ってきたんだ。安心してくれ。そのおっかない大人たちは、もう追い払ったから。けど、無謀の丘はとても不気味な場所だ。今後はここに遊びに来ない方がいい。うん、わかったよ。ありがとう、お兄さんとお姉さん。ありがとう。うん、勝手に走り回るなよ。後でうちまで送るから。ふぅ、何事もなくてよかったな。これもカズハさんのおかげだ。秘典の箱を使って人を探す方法を思いつくとは。これがいわゆる盲点ってやつだな。オイラたちずっとそれを使ってカードゲームをしてきたけど、こういった緊急時に人探しに使えるなんて気づかなかったぞ。考えてみれば、その機能を発明したスメールの学者ってすごいよな。あ、そうだ、チョウ、お前に聞きたいことがあるんだけど。道理で彼はあんなにもカードの裏面に執着していたわけだ。なんてこった。つまり僕は回答を逃してしまったのか。落ち着け、落ち着くんだ。人の上辺を知るのはたやすいが、その心までをも知るのは難儀なことでござる。何も趙雲殿のせいではない。拙者ももし相手に勝負を持ちかけられていたら、そこに問題があるかどうか気づけていたかはわからぬ。そうそう、相手はとてもずる賢いやつなんだ。隙を狙ってカードの裏面を盗んだり、盗めなかったら他の手を使ったりしてくるんだぞ。して、その人物はカードを手に入れた後、何か言っておったのか？彼は急いで物を片付けて、港口の方に向かった。確か、稲妻に行くのはとても遠いとか、長時間船に乗らなければならないとか、ブツブツ文句を言っていたな。そいつ、本当に独り言が好きみたいだな。とりあえずは、その手がかりを追うしかないみたいだ。でもその前に、まずは会場に戻ろうぜ。それじゃ、僕はホーとイクを家まで送るよ。まだ少し悔しくはあるけど。ああ、頼んだ。うい。
暗くなったら、ここが急に不気味になってきたぞ。オイラたちも早く戻ろう。素晴らしい対戦だったわね。ずっと目が離せなかったわ。また間に合わなかったのかよ。少しは観戦できると思ったのに。あら、君たち戻ってきたのね。長雲の方はどうだった？ちょっとしたトラブルはあったけど、結果的にはうまくいったぞ。フータは？試合に勝ったのか？そりゃあもちろん。シュパパッとはいかなかったけど、ドカーンと勝利をゲットしたよ。相手はさすが札遊びの達人だね。お互いの主力をそれぞれ2枚落とし合った後に、私たちの勝負はやっと最終局面を迎えたの。このどうしたる私は目を閉じ、息を止め、サイコロを手に握った。で、会場にいる目に見える友人たちと見えない友人たちからカゴをもらえるように祈ったんだ。それからどうなったと思う？私は肩を技へと落とし込み、両手を振った。そしてあの工場は大声で叫んだの。炎のサイコロ6個あり。その通り。私が目をかっぴらいてよーく見ると、テーブルの上には炎のサイコロがちゃんと6個揃っててね。そして両弦の蝶のごとく勢いで勝利を手にしたってわけ。あの工場って本当に効果があったのか？風同士の戦術はまるで森にいる名鳥のように軽やかで変化に富んでおる。その上幸運にも恵まれれば、まるで広げた両の羽で追い風に乗るようなものでござるよ。その運も往々にして実力の一部よ。旅人、あなたもそう思わない？凝子、シャルロット、仕事の話はもう終わったのか？天柱園の凝子さんは頭脳明晰で見解も見事なものだったわ。百聞さんのことが羨ましくなってきたよ。こちらが噂の楓原和葉さんね。お目にかかれて光栄でござるよ、シャルロット殿。やっぱり大英雄の友達も大英雄なのね。和葉さんはスチームバード新聞の一面を飾ったことがあるのよ。若き武士、無双の人たちを受け止める。フォンテーヌでしばらく話題になってたんだから。まさか私が札遊びで勝った人がそんなにすごい人だったなんて。それはかつての蛮友で、もう過ぎたことでござる。今はこうして新たな友が数多くできたことの方が拙者の胸を躍らせているでござるよ。今日ここでみんなが知り合えたのも何かの縁だと思うわ。私がご馳走するから、これからみんなで食事をするのはどうかしら。ほほー、私のために祝勝会を開いてくれるんだ。ならご相伴に預からないとね。みんな先にゆっくりおしゃべりでもしていて、私は会場の後片付けをしてから合流するわ。今夜はお腹いっぱいになるまで食べてゆっくり寝ようぜ。稲妻への出発は明日にしよう。あれ、怪盗について新たな手がかりが見つかったの？おう、オイラたち情報収集が上手だからな。まあそのついてるからっていうのもあるかもしれないけど。すまぬが、拙者はリーウェで少し用事があるゆえ、稲妻までは同行できぬ。そっか。じゃあカードゲームの練習を忘れるなよ。オイラが抜き打ちでテストしに来るかもしれないからな。あなたたちが探しているその怪盗のことなら、私も近頃小耳に挟んだわ。おお、凝子はそんなことまで知ってるのか。その新しいカードの裏面が市場に現れたのはここ最近のことらしいわ。数は非常に少なく、絵柄は宝箱の模様をしているとか。験担ぎのために高値でその裏面を買うプレイヤーもいたそうよ。だから私はそこに商業的な価値があるかどうか調べたことがあるの。そしたら突然一夜にして
リーウェにある宝箱模様の裏面が全て回収されたという情報が入ってきた。どこぞの商人が買い占めて高値で転売する気なのかと思っていたけど、話を聞いてみると原因はあなたたちが探している怪盗みたいね。そのカードの裏面って数が少ない以外に何か変わったところは？残念ながら私はそれを手に入れていないの。だからあなたの質問には正確に答えられそうにないわね。ただそれは個人が制作した品で、作りが成功ではないということだけは知っているわ。私が手を出さなかったのもそれが原因なの。おー、怪盗にまつわる謎がどんどん奇妙なものになっていくわね。大丈夫だって。その怪盗は独り言が好きみたいだから、いずれ全部の秘密を喋っちゃうと思うぞ。未知なる旅はどれも一つの謎よ。答えを予測することができないからこそ、私たちはその過程にある楽しさをより味わえる。こうして異国の才能と出会う機会を得られたのは、私にとってまさにサプライズだったわ。そういえば北斗姉さんも七星召喚ってできるの？うむ、姉君の腕前は南十字戦隊の中でも一二を争うものでござるよ。じゃあさ、もしよかったら私に紹介してくれないかな。前々から北斗姉さんには憧れてて、友達になりたいと思ってたんだ。でもなかなかその機会がなくって。構わぬでござるよ。ただその時はどうかお手柔らかに頼むでござる。七星召喚の民間大会がかなり盛り上がっていると聞いたわ。札遊びが好きなプレイヤーの中には公式と民間の大会両方に申し込んでいる人も多くいるそうよ。私の場合、たまに流行に乗るのも悪くないけど、やっぱり木々の方が性に合っているわね。そもそもこれらの遊戯はただ形式が違うだけ。友人との集いの方こそがより貴重なものよ。すみません、フォンテーヌから来たスチームバード新聞社の記者シャルロットというものなのですが、少しお時間をいただいてもよろしいでしょうか。簡単なインタビューをさせてください。まあいいけど。あなたは連戦連勝を重ねてきましたが、最後の大一番で王城堂の当主フータオにかなわず優勝を逃してしまいました。相当無念だったとお見受けします。試合の感想をお聞かせいただけないでしょうか。それは記者さん、君が欲しいのは新聞に載せるような答えか、それとも私の本音だろうか。もちろんあなたの本音です。はあ、札遊びというものは7割が技術で3割が運だという。だが一振りで同じ色のサイコロを6個も揃えられるなんて、ただの冒険者である私が、いや、たとえ私が仙人だったとしても、勝てるわけないだろう。